皆さんこんにちは。ですね、私の話は基本的に緩いです。棟梁も出てきませんし、宅民も出てきません。僕がですね、35歳の時にまでですね、ずっとサラリーマンやってきて、脱サラをしてからやったようなプロジェクトですので、非常に、まだまだですね、前半のプレゼンテーションにあったような完成度の高いものではなくて、まだまだ発展途上の人間でありますので、皆さんも緩く、聞いていただければと思います。でですね、まずはじめに、ちょっと本題からずれてしまうんですけれども、僕自身が TED の大ファンでして、数年前からですね、iPod にポッドキャスティングでですね、ビデオを入れて、通勤途中に聞いてたとかいう感じでですね、非常にいつの日かね、TED が日本に広まればいいなということを感じてたんですが、やっとですね、こういった TED シーズのようなイベントが開催されて非常に喜ばしく思ってます。でこの場を借りてたんですが、ボランティアで、運営していただいている人たちにですね、御礼を申し上げます。できれば皆さんも拍手で御礼を申し上げます。はい、それでですね、TEDxSeas というイベントで、このなんかパンフレットを見ると、このイベントの趣旨っていうのかな、目的っていうのが日本のアイデアを世界に伝えたいということですね。でそれを逆に考えてみると、ここ、最近ですね、日本っていう国が非常に発信力が少なくなってるんじゃないかなというふうな懸念があって、こういった目的を作ったのかもしれないんですけれども、事実ですね、私今からお話しする漫画プロジェクトは他にドキュメンタリー映画を撮ってまして、世界中をこういろいろと旅してるんですけれども、だからまだこの年になって結婚もできないのかっていう感じなんですが、ずっと旅をしてまして、でやっぱりですね、そういった懸念が立ってて、日本のですね、存在価値っていうのがもちろん経済的にも文化的にも政治的にもですね、非常に、弱くなってきてるなというのを感じるんですね。でそれが原因なのかわからないんですけども、やっぱり日本全体が元気がなくて、なんていうんですかね、自信喪失みたいな状態になっちゃってるっていうのが正直なところだと思うんですよ。で暗い気持ちになってきたら、ここ最近よく聞く言葉がクールジャパンということですね。おお、何、日本なかなかやるじゃないと、欧米のですね、若者たちが、アニメとか漫画に触発されて、日本文化に興味を持ってもらえているということで非常に喜ばしいなという感じで、思ったんですね。でじゃあクールジャパンって何なのかってもっと調べようと思って、Google で検索入れて画像を見てみたら、ですね、こんなようなクールジャパンが出てきたんですね。で、なんか微妙だなという感じでですね、おそらく僕と同い年の人も観客にいらっしゃるから同感していただけると思うんですが、僕なんかの世代だと、ですね、明日のジョーからですね、男のロマンを学んで、巨人の星からですね、根性っていうコンセプトを教わってですね、で裸足の弦からですね、戦争のわびしさ、虚しさ、そしてハイカラさんが通るではですね、プラトニックラブのですね、切なさなんかを学んだんですけども、今現在自分がある価値観のですね、非常に大きな部分が漫画とかアニメが教えてくれたんですね。でそれがあって今日の自分があって、で今日の、日本のイメージが海外にどう伝わってるかっていうと、これかねみたいな感じなんで、もっともっとポテンシャルがあるものだと思うんですよ。でそのなんですかね、クールジャパンがもっとポテンシャルがあるっていうふうに感じてるんですが、私実際にちょっと話がずれると、先ほど紹介にもあったんですが、名前が清水ハン・エイジっていう名前で、在日韓国人なんですよ。ですから小さい時にですね、差別とかあったり、今でこそですね、なんか韓流ブームみたいなのが来てから実際戸惑っちゃってる部分はあるんですけれども、
基本的にはですね、その差別とか、人を虐げることっていうのには怒りを感じて、育ってきたんですね。それと、今手掛けてる、ドキュメンタリーの中でですね、この瞬間に起こっている例えば、戦争であるとか貧困であるとか、先ほどの斉藤さんがお話しされたような、実際に戦争で、ですね、命を失っている子どもたちが60年前の話じゃなくて今日現在起こっているということをですね、ドキュメンタリー映画とかを見て、非常に再認識させてられたんですね。で、そういったその差別がいけないとか戦争がいけないとかっていうことを身につまされて考えていく中で、前職がですね、出版社に勤めてたんで本の作り方も一応分かりますよということで、じゃあですね、本を日本の、漫画っていうメディアを使って、その世の中の不条理みたいなものをですね、伝えることはできないのかと思って、プロジェクトをスタートさせました。で、どういった漫画のプロジェクトをスタートさせたかというとですね、こういった形で皆さんも小さい時にキューリー夫人物語とかライト兄弟物語、ベーブ・ルース物語とかっていう偉人漫画を読んだと思うんですけれども、僕も要はそれを作ってるんですが、その人物のラインナップで、フォーカスしたのは、こちらにあるようにですね、チェ・ゲバラとかダライ・ラマとかマザー・テレサとか、マートマ・ガンジーとか、他の人たち強いてられてる人たちに命を張って、その人権を守ったような戦い切ったっていう人の、いわゆるそのまさに正義の味方スーパーヒーローたちの電気漫画シリーズを、今作ってます。でですね、願わくば実際にそのダライラマの、電気を読めっていうとですね、こんなに分厚かったり、ガンジーなんてもっとこんなに分厚くて、気持ちを寄せてしまうんですが、漫画っていうですね、独特の日本の、難しいことでも分かりやすく伝えるっていうメディアを使うと、こういった彼らの長い人生も非常に分かりやすく伝わるんじゃないかなということで、今やっています。でですね、具体的にその彼らの人生を語る中でいろいろな歴史の中の、イベントがあって、その中には、不条理とか先ほど言ったような不条理みたいなものがあるんですけれども、それをですね、ちょっとここで紹介さ今の漫画でカバーしているのを紹介させていただきますね。で、例えばですね、これは今英語バージョンなんですけども、天安門事件なんていうのも、漫画で伝えていくと。で、ですね、これはまだ制作途中の作品なんですけども、アウン・サン・スー・チーさんのですね、漫画を作って、ビルマの民主化、その中にはですね、日本の、現在のビジネスがどのように関わって現在の政権をですね、サポートしているかとか、いろいろとタッチーな、話をですね、に触れさせていただいております。で、中にはですね、これはイスラム教 と、ヒンズー教なんですけれども、宗教対立っていうのも漫画の中で表して、世界に発信していっています。で、不条理といえばですね、こういったのが一つあるんですが、もちろんイラク戦争も、カバーしてまして、でこちらにいらっしゃるのがジョージ・ W とハートブレイカーズですね。こちらにですね、チェイネイも入れてるんですけれども、イラク戦争の反対意見というのも漫画を通じて述べさせていただいております。で、ですね、今これをざくっとですね、漫画がどういった状態になるかっていうのを、プロフィールとしてお話しさせていただいたんですが、おかげさまですね、非常に何か反響を得ていまして、来年にはですね、一応今のところ6カ国語で、それで世界でですね、20カ国以上で、こういった漫画シリーズが、発売されることになりました。はい、で非常に喜ばしく思っています。でですね、次に次の後半の部分に入りたいと思うんですが、ちょっと具体的になって、今のプロフィール、それでちょっと具体的な話をさせていただきますと、皆さんとですね、ちょっと一緒に考えたいのが非暴力という、キーワードなんですけれども、これで思い出すのはですね、皆さん小学校の時とか中学校の時に歴史の教科書で学んだことがあると思うんですけれども、マートマ・ガンジーがですね、インドの独立を勝ち取った理念であるとか、キング牧師がですね、公民権運動で、黒人の人にも、
選挙権を与えるような、そういったものに使われた理念なんですけれども、いまいちですね、こうものすごい偉業を達成した理念である割にはいまいちなんかこうつかみどころがないっていうのは正直なところと思うんですね。で、こういうふうにですね、ちょっと見ていただければ分かるんですけれども、非暴力に対する暴力をメディアで表現するのは簡単なんですよ。こうドカーンとやってですね、バコーってやって、そして鼻血がブーみたいな、もうこれで暴力っていうのは簡単に表現できるんですよね。だけれどもこれと全く真逆にあるけれどもインパクトのある非暴力、90年も続いたですね、大英帝国をインドから追い出して、またアメリカで長い間奴隷制の時から引きずっていた人種偏見を制度的にはですね、なくしてしまった非暴力主義をうまくですね、メディアで表すことができれば、その力を表すことができれば、例えば、ちょっとこれは夢見がちな発言かもしれないんですけれども、世界で今武力、闘争とかですね、武器を持って立ち上がろうと思っているような人たちが、あ、なんだ、非暴力ってすごいじゃない、ね、それをですね、全く採用するかどうかわからないんですけれども、オプションの一つで暴力非暴力という形でですね、オプションの一つとして捉えてくれるんじゃないかなということで願いですね。じゃあこれは、漫画にする価値があるよねということで、1年半前にですね、マハトマ・ガンジーで、しかも非暴力を、大きなテーマとした漫画の作成に入りました。で、漫画の作成にあたってですね、ガンジーの話っていうのは、実際に史実であってフィルムも残ってますし、映画も作られてるし文献もあるんで、じゃあ、僕らが作品を取り掛かる前にいろいろと他のメディアがどうやってるか見てみようということでですね、調査をしまして、でこれは有名な潮の行進、1930年のですね、ガンジーがインドの民衆を率いて340キロかなをですね、行進して、その当時ですね、イギリスの植民地政府が塩の、販売に関しては専売制を取ったんですけれども、堂々とですね、警官隊のいる前で海岸に行って塩をですね、そこで作り始めたと。非暴力、そして非服従の、イベントで、これをきっかけにですね、インドの独立運動が転換点を迎えたということなんですけれども、ちょっとですね、こちらにその当時のドキュメンタリーというかビデオがありますので、 There had a law been more peacefully and yet more defiantly disobeyed. All honor to the people who were fighting this unequal battle with bravery and a firm determination to go through the brutalities and tortures perpetrated on them.There were numerous prosecutions, more numerous arrests, far more numerous detentions, forcible seizures of salt, and brutal and savage assaults on the people. And yet, there was unbreakable peace everywhere, and greater determination to prosecute the campaign. The war against the salt tax continued. はい、この歴史上に実際に起こったことを、いろいろなメディアが、表現をしているんですけれども、次に見ていただくのが、ですね、活字媒体、これは新聞なんですけれども、この模様をどう表現したかということで、ちょっと読み上げますと、上官からの指令のもと、突然現地の警官隊がデモ行進者に鉄の棍棒で攻撃し始めた。しかし手を掲げて、攻撃を避けようとした行進者は一人もいなかった。倒れる様はまるでボーリングのピンのようだった。防御されていない頭蓋骨に容赦なく振り下ろされる、その異様な暴力の響きが私の耳に届いていた。また一つ隊列が組まれ、彼らは上を向いて行進を続けた。警官隊は整然と第二の隊列にも攻撃を加えた。ということで、想像力をですね、あと感情をかきたてるような文章で、非常に卓越したジャーナリズムだと思います。これが活字媒体。で、ハリウッドはどう言って、この、潮の行進を表現したかというと、まだ再生しないでいただきたいんですが、
やっぱり映画なりのですねメディア特徴を生かしてこうまい具合に音楽を入れたりとして、こういった形で表現しています。というような表現を使っているんですが、非常にこれでアカデミー賞をですね、作品賞も含めて9部門取ったというまさに名作なんですけれども、ことですね非暴力に関してはですね、正直あまりこう胸に刺さってこなかったんですね。で、僕らの漫画ではですね、そこがキーになるわけなんで、非暴力のその本当のパワフルさっていうのを表現するにはどういうのがあるのかっていうことをですね、ちょっとそこで実際行き詰まっちゃった感じなんですよ。で、いろいろと調査を重ねてまして、キング牧師のですね文献にたどり着きました。で、キング牧師はですね、非暴力主義のエッセンスはどういうふうなことがあるのかということで論文に書かれたのは、非暴力とは迫害するものを打ち倒すための手段ではなく、彼らの意識の中に自らの行いに対する羞恥心を生み出す手段であるというふうにおっしゃられたんですね。で、それで私もアハーと、それだったら分かると、それをですねうまく表現すれば、その羞恥心というのをうまく表現すれば非暴力のパワフルさっていうのが読者に伝わるんじゃないかなと思いまして、で、要するにそのイギリスの国民であったりとか公民権運動時代のアメリカの白人の中にはですね、結局その自分たちが加えている危害に対してもう羞恥心で自分たちでやってると嫌になっちゃってるというような状態があったんで大きな変革があったと思うんですね。で、それをですね、漫画の方で表現するとしたら、おそらくその鉄の棍棒をこう持ってる警官がいて、それでですね、言うことを聞かない民衆に対してですね、非常にこう怒った表情をしてるんですよ。こういうふうに怒った表情ね。で、けどそれと同時に、無抵抗の人を殴るっていうことをに悲しみを感じてるんですよ。だから悲しい顔してるんですよ。怒りながら悲しい顔をして、かつどっちが正しいかっていうのを分かってるんで、すごいもう恥ずかしい顔してるんですよ。だから恥ずかしい顔ってちょっとやるのは難しいんですけども、だからその3つの感情が混ざった、非常に複雑な顔をしていて、それを例えばですね文章で表せって言ったら難しいですし、アカデミー賞を取ったような名俳優でもそういった表情を作るのは難しいよと。けど漫画だったらできるんじゃないかなというふうに思って、そこにですね、力点を置いて、じゃあそういった表情の描ける漫画家を探そうということで、ちょっとですねネットでいろいろ探してみると、ある漫画家の、サイトに着きました。で、彼はですね、そのドンピシャではないんですけれども、漫画の、なんか表現力ですね、デフォルメをよく使ったりとか、こううまくこうなんですかね、セリフとかと組み合わせて、非常にこう複雑な感情まで表現できる画力を持ってたんで、あ、これならいけるなということで、この漫画家さん と、タッグを組みまして、1年半前から、漫画の作成を開始しました。で、ですね、次に見ていただきたいんですが、ちょっと時間がなくなってきたんでちょっと早く回しますね。で、我々が作った潮の行進というのはこんな形です。
で、まあ、あのこの表現、この表情をですね、こう伝えたかったというか、もう切ないですね、自分であの羞恥心を持っているような表情というのを伝えて、非暴力のパワフルさというのを伝えたいなと思っています。でですね、これが今は、ごめんなさい、ちょっと始まっちゃった。まあいいや、とりあえず見てください、はい、順番間違えてしまったんですけれども、これはですね、去年 の、 あのベイジンオリンピックの直前にですね、我々が発行した本なんですけれども、その当時にですね、まあ、世界中で、チベットの人権蹂躙に対するですね、まあ、抗議活動が起こって、世界中のですね、リーダーたちも、まあ、反対意見を表明したりして、例えばあのフランスのサルコジ大統領は、各国の首脳にですね、呼びかけて、ベイジンオリンピックの、開会式をボイコットしようというふうに、あの非常にフランス的なですね、抗議方法をやって、それでアメリカはですね、アメリカ的に大きなあのセレモニーを開いて、ダライ・ラマを呼んで、なんていうんですかね、議会を代表して、黄金勲章みたいなものをですね、授与したりとか、ドイツはドイツでですね、中国政府から、なんていうんですか、あのこうやめてくれって言われたのも、にもかかわらず、メルケル首相とダライ・ラマ法王の、面談をですね、強行したりとか、あのいろいろとその各国が自分らの特色を出して、この大義に対して、意見を申し立てたんですね。けどその当時日本の、首相ですから、あの福田さんですねが何してたかというと、なんですか、大訪中団を組んで、中国に、まあ、いわゆるなんか御用聞きみたいな感じで行ってたと。で、我々としてはやっぱり日本には日本流の、こう主張もあるし、日本流の表現の仕方もあるんだよということで、僕はちょっと一人行きがってるのかもしれないんですけれども、気負った状態で、どうしてもこの漫画をですね、オリンピック前に出したいなということで発行させていただきました。で、時間がもうあの切れてしまうので、とりあえずあの私のセッションは、あ、ごめんなさい、あとね、これおまけでちょっと見てください。ですね、その漫画を出しましたよね。もう一枚スライドがあると思うんですが、で、ですね、これは余談なんですけども、漫画を、それで発行してからですね、今、この漫画がですね、チベット亡命政府の、文部省で、チベット語に訳されて、ネパールであるとか、北インドでですね、チベット の、 あの難民の子どもたちが、かなり住んでるんですが、そういった子どもたちのですね、教科書として、チベット語であるとかチベット文化の継承、そして非暴力、あのダライマ法がおっしゃっている非暴力主義の、をですね、受け継ぐような形で、教科書として使われていると。で、ですね、これはあのご本人と一緒かも、よく見えるかどうかわからないんですけれども、先日ですね、ダライラマ法に、なんとかこうあのグルーピーのようにですね、アクセスしまして、本を渡したら非常にですね、ありがとうということで喜ばれて、ましたと。で、今後なんですが、ですね、あ、ごめんなさい、今後なんですけれども、これをきっかけにですね、いろんなあの、スーパーヒーローたちの漫画を作っていきたいなと。けどあのオバマさんはまだあのね、どうなるか分からないんで、結論が出てないんで、もう少し何年か待って彼の、偉業を見てから漫画の作成に入りたいなと思います、はい、
じゃあどうもありがとうございました。